バスという動画でいろんな本とかもご紹介しましたが、皆さん見てくれましたか？まあ、頑張って撮ったのでまだの人はぜひ見てくださいね。最近サバイバルゲームやシューティングにハマる女子も増えていることで、今日はおすすめシリーズパート2、女子におすすめの伝統館を探せという動画をお送りします。アウトドアのサバゲーでは連射ができるマシンガンが人気なので、私の独断と偏見ではいくつか選んでみたいと思っています。あ、まず私も持っている HK416、 私の好きなゲームドールズフロントラインに出てくるお気に入りです。あ、これもかっこいいですね。スカーエール、スカーもドルフローやコーフテキに出てくる人気のガンですよね。これも撃ってみたい。 AKS7U、HK416 やスカートを比べて古い感じだけどクラシックな雰囲気がかっこいいです。今選んだのは重いのばかりなので軽いのも選んでみます。あ、これ私のお気に入り P90、 小さくて打ちやすくてかわいいです。アニメガンゲルオンラインでレンちゃんが使ってるピンクのモデルもありますよね。あとは人気の M4、 サバ系では一番人気がありますよ。この M4CRW は短くて軽くて女子でも打ちやすいです。早速新宿店12ダメージで打ってみます。まずは HK416 を打ってみます。できます。私はセレクターです。最初はセーフティー、こっちセミオート、フルオート、反対側も操作できます。重いけど、バンドがあって本物みたいですごく迫力あります。迫力もあるしすごくかっこいいけど、私にとってとっても重いです。とても重いので、もし女子の方がこれを使いたいならちゃんと筋肉をトレーニングして方がいいと思っています。
次はスターエールを打ってみたいです。セレクターがここはセーフティー、シミオート、フルオート、同じく反対側もできます。スコアはこういう照準ついてます。折りたたむことができます。ドットサイドついた時折りたたみます。押すと伸び縮みできます。ここを押すとペタに当たるところの高さを変えれます。ここを押すと折りたたむことができます。ストック折りたたむとだいぶちっちゃくなりますね。持ち運びも楽ですね。重いけど HK416 と比べて少し軽いです。そしてこちらグリップもつけたので持ちやすいです。HK416 とスパーはレイルというデコボコがついてるので、フォークやトップサイトやグリップなどいろいろつけやすいですね。次は円形打ってみます。セレクターになります。上はセーフティー、1個落とすとフルオート、一番下のはセミオートです。なかなか当たらないのでこのポーズで打ってみます。このポーズで打ってもまあまあ当たりましたね。
径416とスカートと比べてちょっとデザインが古いけど、逆にこのクラシックなルックスがいいですね。次は軽めのスタンダード電動感 M4CMW を打ちます。比べるとこちらスタンダード電動感が軽くて、あとはさっきの AK と比べるとやっぱりドットサイドとか乗せたら私も打ちやすいです。これはセレクターです。 S がシフティ、1はセミオート、 A はフルオート、両方でも操作できます。この P90 はハイサイクルといってすごく連射のスピードが速いです。
ストレス解消します。 PQ10 は軽くて打ちやすいので早打ちゲームをやってみたいと思います。この間私は9秒取ったので今日はタイムアップしたいです。一番好きのはこの P90 です、まあ、個人的に、まあ、これデザインも可愛いし軽くて打ちやすいので、まあ、女子におすすめです。私も次 P90 を買おうと思っています。でいろいろ打ってみましたがいかがでしたか？次世代電動ガンは重いけどリアルで迫力ありました。軽さと打ちやすさならこちらスタンダード電動ガンもおすすめです。マーケットワンではいろいろレンタルができますのでぜひ遊びに来てください。動画が気に入っていただけましたらぜひいいね、コメントをお待ちしています。よろしければチャンネル登録もお願いします。ターゲットワンの親友でした。バイバーイ。